おははようございいます <laughs>、はいえー、イエスのもたらした変革シリーズ95回目イエスの埋葬ということでねお話をしていきますけども <laughs> 昨年の11月22日,日いい夫婦の日 <laughs> に <laughs> そこ話しなくそなていいから <laughs>、えー、NHK スペシャルドラマ「子守人見た方います <laughs> ズームの方見たこいいますこれ誰も見てないんだね、ちょっとね、あのかわいそうだね、NHK が <laughs>、えー。これね、中高年の引きこもりをテーマにしたドラマなんですね。で、えー、主人公、松山イ一さんがやってて、えー、これあらすじはどういう話かというと、あのこの主人公のねあのイ一さんが演じてる人は、えー、10年以上自分の部屋から出ることができない。 でいるその引きこもりなんですよねでお父さんの役は武田鉄矢で、えー、一緒に住んでるんですけども、まあ、厳格な父親で息子の引きこもりっていうのはもう世間的に恥ずかしいなと。でいい年して仕事もしないで人と,人としての価値がもうないぞお前と。恥ずかしくないからもっとちゃんとしろよって言って、えー、強引に部屋から出そうとするんだけどプレッシャーを与えれば与えるほど。 ますます心が折れてそして反発して殻にこもるということになるわけですねでそんな折このお父さんは、えー、胃がんで余命宣告を受けるで自分が生きている間に息子をなんとか立ち直らせたいと思ってですね、えー、初めてこの引きこもりというものがどういう心理状態なのかということを学び始めそしてゆっくりとこう歩み寄りを始めるんですよね。 で部屋から出ないのであのコミュニケーションが成り立たないんですけど、まあ、ある日です、ね、息子が SNS で「価値なしよというペンネームで、えー、いろんな投稿をしていることを知るんですね。でこのお父さんは自分もこのパンク先生というこのニックネームをつけてペンネームをつけて SNS 上で少しこの交流を始めてで息子も知らずに少し心を開いたりとかするっていう話なんだけどまあところがそ、そんなある日まあひょんなきっかけでですねこれ、お父さんじゃないかって気づくわけ、息子が。逆にこのショックを受けてしまってもうやけになってもう俺、自殺する的な投稿をしてわーっと家を飛び出すんですよね、これもう終盤なんですけどね。父親はまずいと ね、あの息子が自殺すると思って胃の痛みをこらえながら夜の街に探しに出るんですけど、えー、息子が鉄橋の上からですねその線路,に線路の上にあのもう今にも身を投げようとするようなところに、えー、お父さん見つけてその近寄って待てと待てとで、えー、息子は気づいてですねあのもうどうせ俺なんか価値がないって言ってたじゃねえかよつってお父さんはそうじゃないんだと俺は俺なりにお前を愛してきたんだと。 生きてるだけでいいからって言って生きてるだけでいいんだって言ってえ近づいていくんだよね、うん、でその時にお父さんはそこで吐血して倒れてしまって救急車で運ばれてそのまま亡くなってしまうんですね、うん、で誰もいなくなった家でね息子は父の日記を見るわけでその日記の中にお父さんが自分が息子をこんな風に追いやってしまって悔やんでも悔やみきれないと 残りの命を息子を救うために使いたいということをその日記に書いてあるのをこう見つけてそこで涙をするそして彼は引きこもりから立ち直っていくというそういう話なんですねい <laughs> でえっ、ー、とねあので、まあ、まあ、多分そういう話だったと思う <laughs> あの僕,あの僕ちょっとね目が辛くなっちゃってじーっと全部見れないからあの細部の認識が甘いんですけどだいたいその 大まかに言うと、こんな話です。で、1人で見てたんですよね、であの次の日ね、私の妻に、昨日の夜、こんなドラマを見たんだよねって、今みたいに説明したの、そしたら、妻が、もうなんか、その説明聞いただけで涙、流してて、<laughs> 感動するね、その話って言ったんだけど、その後で何て言ったかというと、でも、死ぬなんてずるいって言ったのね <laughs>、つまり、あのそれはね、私自身もね、同じ感想があったんですね。あの この息子がなぜ立ち直れるかっていうとね、まあ、お父さんが、あの厳しかったお父さんが自分をありのまま価値を認めてくれたっていうことと、そしてお父さんがあの残りの命をね、こう自分のためにかけてくれていたっていうことと、そして最後に死んだっていうそのインパクトなんですよね。で人の死ってインパクトがあるんですよ。誰かの生き方に影響を与える。で、あのドラマとしては感動的な脚本なんだけど、 これ真似できないじゃんだするに全国のこの引きこもりの家族で悩んでる人たちがこのドラマ見てるわけで、これやろうとしてもできない、再現できないでしょ。という意味で、ちょっとそれはずるいよねっていう <laughs>、皆さんそんな感想も持たなかったかもしれないけどね、まあそういうねちょっと辛口の批評はあるにしてもまあ NHK、まあが頑張ったかなっていう感じはあるんですけどね。でも でえー、と誰もが実生活でこんななんかドラマチックな体験があのできるわけではないんですけど、えー、しかしながらあの全国で、ね、引きこもっているたくさんの方々に伝えたいのは、えー、本当にあなたの存在の価値そのものを認めて命を懸けてくださった方がいるということですね。でこの方の方死を見つめる時に あなたの人生にもも変革が起こるかもしれませんそして私の人生にもあなたの人生にも、まあ、社会的な意味で引きこもりであるかどうかにかかわらずどんな人の人生にもこの方の死は、えー、いろんな変革を起こします。で、えー、今日この話の中で特にフォーカスして考えたいのはですねあの皆さんが引きこもりかどうかは分かりませんけど深ことん。 学校者として隠れずに大胆に生きることができているでしょうかというテーマですね、まあ、大胆さっていうのは英語でボールドネスって言うんですけどねボールドって聞いたことあ,あの文字,を文字を太くするときにボールドって何え何何それはよく知らないけど <laughs> すみません話そらさないでください <laughs> えーっと ボー,ルドボールドに信仰者として生きているかと。ね、で、多くのクリスチャンが、まあ、霊的な意味で、引きこもりとまでは言わないまでもでしょ、そこまで言うとちょっと言い過ぎかもしれないけど、でも、そこまで言わなくても、多かれ少なかれ、どこかでその自分の信仰を恥じたり、あるいは人の目を恐れて、えーね、なんとなくちょっとこう消極的にクリスチャンとしてはでし、世で歩んでいるのではないかと。 で、この話をしたいのはあの個人伝道をどれぐらいしてますかっていうそういうことじゃないんですよね。言いたいのは一貫性を持った生き方ができてますかっていうこと要するに矛盾のないあのクリスチャンとしてのアイデンティティが行く場所によって強くなったり弱くなったりするっていうそういうことじゃなくてね、っていうことですよ。<laughs> あるあるな感じで <laughs> あるあるじゃないですかね。これねで えっと、そういうい <laughs> 教会だと強気になるという、<スッと笑>いきなり堂々とし始めるって、教会だとね<笑><笑>、あのー。でね、そういう信仰者としてのボールドネスを失ってる人たちをです、ね、強引にそんなことじゃダメではないかと言って、強引に部屋から出そうとするようなことが、まあ、僕ら、牧師とか、まあ、霊的リーダーにはそういうアプローチがあるかもしれないですね、時々ね。ちゃんとし,のしましょうよっていうね。 ねでまあ、それは正しいあるべき姿を伝えるという意味で間違ってはないかもしれないんだけど本当のボールドネスというのは、ね、大胆さというのはイエスの死イエスが命を懸けてくれたというその恵みを知ることで自発的に自分の足でその殻から出てくるのでなければ本物の大胆さではないと思うんですね。と、えー、ということで今日は <laughs> ねこういういいい話をしたいと思います大胆な信仰の歩みは恵みによって作られるということがあ今日の話の結論になりますね、はい、そこに向かって話を進めていきたいと思います、ね、強制的に作られるもんじゃない誰かが強引にそれをさせることができるわけではないということですね、はい で聖書を読んでいきたいんですが今あの、この文脈はです、ね、ちょうどこのイエス様が十字架にかかるシーンがもうすでに何回か続いていてその終わりに近づいてますねイエス様が十字架上にいたのは午前9時から午後3時の6時間ですで前半の3時間は人の怒りとあざけりを受ける時間でした。後半の3時間は 私たちの身代わりに父なる神の怒りを全身で受けてくれていたそういう時間でしたそして最後にイエス様息を引き取られる時に完了したと言われたその時神殿の死聖所と呼ばれるところへの幕が裂けたという出来事が起こるんですがこれは私たちの罪の負債が全て支払われて 誰もが今や神の臨在に自由に近づける近づくことができるようになったということを表しているのですという話を前回しました、ねはい、でその後では地震が起こったり岩が裂けたり死んでいた多くの生徒が生き返ったりというようなことが起こるんですけどそれを見てその百人隊長がですねこの方はまことに神の子であったというふうに言ったという記述もあるわけですね。 で今日は埋葬のシーンに行きたいんですがヨハネの19章、ねまあ、埋葬のシーンどの福音書にも書いてあるんですがヨハネを、えー、中心に見ていきたいと思いますヨハネの福音書19章の31節から読んでいきますよろしいでしょうか、はいえー、31節その日は備え日であり翌日の安息日は大いなる日であったので ユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするためその足を追って取り下ろしてほしいとピラトに願い出た「はい、備え日」というのは安息日の準備をする日という意味で安息日は何曜日ですか はい、土曜日ですね <laughs>、はい、土曜日なので <laughs>、えー、備え日は何,何曜日ですか金曜日ですね <laughs> <laughs> で、えー。で、大いなる日っていう言葉が出てきますね。で、あの安息日っていうのはもともと重要な日なんですけど、祭りの日と被る安息日は、もうさらに重要な日ということで、大いなる安息日と呼ばれたということですね。で えー、安息日に町の中に死体があるというのは立法違反なんですね、旧約聖書の規定に反する、えー、死体は汚れているというふうに見なされていたので、えー、放置することができないと、ね、で通常はローマ帝国の十字架計というのは、えー、死体を十字架上に何日も放置するというのは普通なんですけどもユダヤ人的にはそれを容認できないということで、えー、ピラトにもう降ろしてくれよと。 願いい出たととうことですねで足のすねを折られるとこの十字架にかかっている囚人は体を持ち上げて息を吸うということができなくなるのですぐに窒息死するんですねなので死を早めたい時は足のすねを折るということをしていたとということですね、はい、で32節から5節そこで兵士たちが来てイエスと一緒に十字架につけられた1人の者ともう1人のものの足を折った。 イエスのところに来るとすでに死んでいるのが分かったので、えー、その足を折らなかったしかし兵士の1人はイエスの脇腹を槍で突き刺したするとすぐに血と水が出てきた、えー、これを目撃した者が証ししているそれはあなた方も信じるようになるためであるその証しは真実でありその人は自分が真実を話していることを知っている。 はい、ここまで、えー、目撃したものって言ってるんだけどこれはこれを書いているヨハネ自身ですよねでヨハネが福音書を書いてるのはイエス様死んでから何十年も後ですでその時にグノーシス派っていう思想が蔓延してて、あのー、その影響で、ね、そのイエス・キリストっていうのは実は肉体は持ってなかったんだっていうそういう教えがキリスト教の異端がこうはびこっていたんですね だだだけだったんだみたんみいなねで、えー、そういう誤ったキリスト論をきっぱりと否定するために、えー、ヨハネは血と水が出たぞつまりすなわち本当に肉体あったんだよそして肉体が死んだんだよっていうことを俺は目撃したんだっていうことをここできっぱり言ってるとでちなみにこの水と血が出るっていうのは心臓腫れ とてつもないストレスにさらされたときに心臓破裂したらそういう現象が起こるっていうそういう話もありますねあの。今日の臨床的にそういうことが分かっているということも聞いたことありますけど、まあ、いずれにしてもヨハネの、えー、ポイントは肉体の死を私は目撃したという、ね、ことですよね。で、もうちょっと読みましょう36と7 <laughs> これらのことが起こったのは彼の骨は1つも折られることはない。 とある聖書が成就するためでありまた聖書の別のところで彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである、ね <laughs> えー、2つの予言があーここで参照されていますで1つ目は骨は折られることはないっていう部分なんですけどこれは「出エジプト記の12章の46節に、えー、これはですね「イスラエルの民」 ですね、そうイエス様より1500年前ぐらいですねイスラエルの民が、えー、エジプトから脱出するときに杉ぎの羊をほふってその血をカモイと門中に塗りなさいと言われるそこで神様はだけど骨を折っちゃいけないという謎の命令を下すので神様はねでユダヤ人的には多分ですけど こ骨を折っちゃうけどこれどうしてみたいな <laughs> どうしてと思っていたなぜそうなのかということがここで明確になるわけですね。で「4編偏34編」の20節にも、えー「主は彼の骨をことごとく守りその1つさえ折られることはない」というメシア予言があるわけですね。 でこの、ね、骨が折られないっていうのは、まあ、非常に僕は興味深いと思ってましてっていうのはあの予言っていうのはさ誰々が何々をするっていう要素が多いんだよねつまりあのくじ衣服をくじ引きにするとか彼らはこんな風に言ってイエスを、まあ、メシアをなじるとかここでも突き,突き刺すとかでそういう予言のただ中ででもこれはしないっていう。あの 何々をする何々をするでもこれはしないっていう要素がポンって入ってるわけ <laughs> それってさこう予言の絶妙な正確さっていうかねそう繊細さっていうかねを表してるかなと要するに我々がもう押しても引いても見ての中ですみたいな <laughs> こうそんな要素を読み取ることができるんじゃないかなとこう感じるんですよね <laughs> でもう一つの予言ですね えー、突き刺したものを、えー、型を見るという方はこれは「ゼカリア書12章」の10節に出てくる予言ですね。でこれはあのユダヤ人がイエスを死に至らしめるときに、まあ、突き刺すという行為をするでそのユダヤ人はやがて来る世の終わり終末時代に民族的に悔い改めをしてイエスがあ救い主であると ととといいううことに気づく時が来るという予言なんですねなので、えー、それをこのヨハネは引用してここでこの突き刺すという行為が実現している予言の成就だというふうに、えー、説明をしているわけです、ねはい、でちょっとねあの先が長いんでサクサクちょっといかなきゃいけないんですけど38節「その後でイエスの弟子であったが」 ユダヤ人を恐れてそれを隠していた有タヤのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出たピラトは許可を与えたそこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろしたちょっと42まで全部読みますね以前夜イエスのところに来たニコデモももつやくと鎮魂を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた彼らは、えー、イエスの体を取り ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に甘布で巻いたイエスが十字架につけられた場所にはソノがありそこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があったその日はユダヤ人の備え日でありその墓が近かったので彼らはそこにイエスを納めたということで、えー、繰り返しますがイエス様が息を引,くと引き取ったのは金曜日の午後3時ですね でユダヤのこの暦では次の日というのは日没から始まるすなわち夕方6時ぐらいになるともう次の日の安息日になってしまうということは3時間ぐらいしか猶予がないなので急いで埋葬しなきゃいけないということで、えー、これをやったわけですけども、まあ、2人のですね重要人物が出てきますアリマタヤのヨセフですねアリマタヤというのは出身地の名前です。 えっと、このメッセージの中で有タ屋のヨセフって毎回言ってると下かそうなので、えー、これ以降ヨセフって言ったら有タ屋だと思ってください、はいね、ヨセフって言ったらこのメッセージでは有タ屋のヨセフです、ね、イエス様のお父さんは出てきません、はいいいですね、でヨセフはあの他の福音書の方の情報と合わせてみるとどういう人だったかというと善良で正しい人だったとで神の国を待ち望んでいたユダヤ議会 サンヘドリンと言いますけども、えー、このユダヤ議会の議員であっただけど他の議員たちの計画や行動には同意はしていなかったで、えー、金持ちであったイエスの弟子になっていたという情報があるでイエスを葬ったこの墓はあのー、彼の墓だったんですねおそらくは自分自身が入るために、えー、買った墓だったと思われますで彼は まあ、あからさまに、ね、ま弟,子だって弟子になってんだけど、でもなかなかこう公に公言できないと、それはユダヤ人の社会で、しかも彼が属してこのもう超エリートのソサエティの中で、ほとんどの議員が反イエスに回ってしまっている状況の中で、いや、俺はイエスがメシアだと思うなんて言わんものならば、ね、言おうものなら、大変なことになるね。もう村八分に なななって大変なことになるわけで、えー、それはもう大変な勇気を要することなわけですね。なのでなかなかできない <laughs> でた、えー。ちなみに彼がこの墓に、えー、このイエス様を埋葬したのはいざや53章の予言の成就ですね。そこにはメシアの墓が富む者と共に設けられるという内容が書いてあるんですけど、えー、この金持ちである彼が。 あの葬るということが予言の成就になっているわけですね。ねで、えー、もう一人、ニコデモですね。ニコデモ。同じくユダヤ議会の議員であった。そして、えー、それだけじゃなくてね、もう彼は立法の学校の校長先生みたいな、そういう超エリート。で、彼はヨハネの3章で1回登場してるわけですね。夜、お忍びでイエス様に会いに来ていたんですね。 その時はその時はお忍びだったんだよね、うん、カミングアウトできないでもここでカミングアウトしているで、えー、この2人はです、ね、それまではこうちょっとこう、ね、あ少し隠れ気味だったんだけどここで公に自分の信仰をお表現しているということなんですが、あのーまあ、本当に面白いのはですねこの死刑判決を下した議会のメンバー である彼らはその信仰告白をするというのが最も難しい立場の人たちその彼らがこうやって、ね、出てきてるんだよねで今まだイエスの側近であったはずの弟子たちこそこそ隠れてるんだよねでこのこの対比はすごいと思うよ <laughs> まだ隠れてない多分この場にも、ね、ヨハネはいるけど他の弟子たちは別のとこにほとんどいるんじゃないでこのそのことを考えるときに イエスの死を実際に目撃することのインパクトですよねあの彼らは誰かに無理やり引きずり出されたんじゃないんですね自発的に出てきた、ね、自分たちの足でもうこの矛盾に満ちた生き方はやめようと彼らは思った何が彼らを変えたのでしょうかそして私たちは彼らからか どんなふうにヒントを得て私たちも大胆になることができるのでしょうかというのが、えー、このメッセージのここから後半に入ってきましたはい、はい、ちょっとねいっぱい言いたことはこれでもむちゃくちゃ削ったんだけどね <laughs> もうどれだけ団長の思いで、ね、削ってるかね一回こうつ、まあ、ちょっとそんなこと言ってもまた長くなるから <laughs> 後半いきますよ、ねはい、後半こういうことを話した大胆な信仰の歩みに必要な要素は何でしょうか3つ考えます ぜひこの話を自分にはどういう要素が欠けているかなとあるいはここに出ていない別の要素もあるかなとそしてそれを埋めるにはどうしたらいいのかななんてことを考えつつ聞いていただきたいと思いますけども1つ目確信の強さですね確信の強さ、まあ、クリスチャンはあの信仰告白した後もあのもう100%もう確信してますっていう状態に まあ、なかなか慣れなかったりするあの慣れなくても信仰告白が無効なわけではないですそして、えーね、その確信には至らないそこまでは至ってなくても自分の達し得た信仰の度合いに応じて証しとか伝道するというのはもちろんいいことですだから確信が至るまで何もするべきではないというわけではないと思うむしろそうすることで 確信がより鮮明になっっててくるることもあるんですねそういう効果もある。だから、まあ、どんどんしたらいいと思うんですけどね、伝道も証もね。でも、あのやっぱり時々ですね、こう立法的にクリスチャンとしてこうあるべきだからとか、あるいはまあ前,回の、ね、前回の話でも言ったんですけど、罪悪感に動かされてより正しくならない場的な、そういう感覚でまるで、 確信のなさを埋め合わせるかのようにして、えー、電動とか証を、ね、もうちゃんとやらなきゃっていう、そういう状態っていうのはありえるかなと、私は昔、割とそういう時があったんですけど、そうすると、ね、疲れてきます、本当にね、疲れてきますよ。で,でしかもね、ね基本的にはね確信のなさっていうのはねバレる、<laughs> 目が泳ぐから、<laughs> イエス様は真理ですね、みたいな。<laughs> あのバレるからねこれ説得力ないなかなかねで,でやっぱねこのニコデモトヨセフは、まあ、ここで、ね、すごい確信に満ちたと思うなぜそう言えるかというとさっきも言ったように信仰をここで彼らが公にするっていうことがどんな結果をもたらすかっていうのは彼らはもうしっかり予想してたはずです、うんえー、人生そのもう議会から追放されるだろうし もしかしたらユダヤ人の街道からも追放される可能性もあるし人生そのものをかけて彼らはそれをしている単なる人情とかね、イエス様をかわいそうにぐらいのそんな感覚じゃなくてあのイエスこそメシアだって確信したと思うよ多分だからこれができてると思うんだねでね驚くべきは本当驚くべきはですよ 彼らがこれをしたのはイエスが復活する前だってことなんですよ。あの弟子たちがイエスの復活を見てガラッて変わるでしょ。それはまあそうじゃん、そうじゃんっていうか <laughs> あの勝利の証拠を見て大胆になるならわかるじゃん、まだね。でもまるでイエスが敗北したかのように見えるその瞬間にいや、この方は絶対メシアだって確信できるってこれもう。 ね、なんというかその,その霊的なあの洞察力というかすごいと思うよこれ、ね、であの議員の仲間からもさあの多分ねこうあいつらアホじゃねえのとえたった今こいつが偽メシアだって証明されたばっかじゃねえかよとえ十字架から降りてこいって言って降りてこなかったじゃねえかとそれ見てあいつら何やってんのって絶対そういうふうに 言われるであろうことも全部知っていてそれも承知でイエスを引き取ってるんだねからねでえっとニコデモの方に関してはですねまあ今まで情報があるから彼についての情報があるからなぜ彼が確信に至ったのかっていうこと、まあ少し推測ができるあのさっき言ったようにヨハネの3章で彼はイエスのもとにお忍びできてるでその時に イエス様は、ね、こういうふうに言ってるんだね、えー、イエス様がニコデモにこういう言葉を言ってるんですねモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりませんそれは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためですで、えー、このモーセが荒野で蛇をあげた事件についてイエス様は言っていらっしゃるのですがこれは民数記の21章の 出来事でもう不平不満だらけのイスラエルに対して神様が毒蛇を送る、これは裁きの一環としてねであ絵,を絵をつけたんだと、<laughs> 可愛い絵いいあのモーセがでその彼らのためにモーセがあの神様に言われてね聖堂の蛇を作って竿に掲げようそれを信じてぎ見たらその人は毒で死ななくなると救われると。 言ったそういう、えー、事件があったわけだね。でそれは何を意味してるかというと聖堂の蛇っていうのはまるで毒蛇のように見えて実は毒がない。そういう蛇を竿の上に掲げてそれを信じて仰ぎ見た者は救われる。でそれはやがて来るメシアがまるで罪人の一人のように罪という毒があるかのようにして 十字架の上で死ぬんだけど、実際には毒はない、罪はない。その方を信じ、仰ぎ見る者は、罪という毒から救われますよということをあの象徴していた意味、そういうことを意味していたのですよとイエス様はニコデモに言ったわげるね。だからあの、あの蛇の事件は私のことを指してるんだと言ったんだけど、多分それを聞いたニコデモは何を言ってるの全くわかんないだ。 この時点では、ね、え多分ね、3年間考え続けたと思うよ。聖堂の蛇を竿に掲げると、それを見ると救われる、これどういう意味かと思ってて、で十字架を見たときに、これかと、これかと、これじゃねえかよというふうに、そこであ、この方こそ本物だって確信に変わったのかもしれないね、まあ、これは想像ですけどね。 で有馬タヤのヨセフに関しては、っっって言言ちゃったね, <laughs> <laughs> あねもう一回言い,言い直しますヨセフは、はい、ヨセフが確信に至った経緯はあのー、情報が少ないので分かりません、でも、あのー、やはりそのイエス様が十字架で、ね、どんな態度を取ったか、そしてどんなことを言われたか、父を彼らをお許しくださいといったようなことを聞いたり、えー、まあ、その。 息を引き取られた時の数々の超常現象とかを見てやはりもうこの方は間違いないと思ったのかもしれないですね。でいずれにしてもあのー、ね彼らのようにボールドな信仰、えー、者になるために皆さんぜひ今すぐ確信を持ってくださいと私が言ったところで。 えー、確信ってモテと言われてそんなに簡単にモテるものではないということを私は確信を持って言える <laughs> <前> <laughs> モテってね確信を持て<前>はい、持ちますってできないしなかなかねじゃあどうすれば確信ってものに至れるのって思うじゃない、ね、思うでしょ、ね、思ってほしいんですけど <laughs> 思ってくださいよそして、えー、っと私は考えたんですよ、ね、確信っていうのはどうやって至るんだろうねと思うわけです まあ考えれば考えるほどすごく複合的な要素があるなって今回改めて思いましたね一言でなかなか言えない例えば神様が私のこんな祈りにはっきり答えてくれたっていうような体験とかなんかこう人生で偶然とは言えないような出来事とかこう出会いとかあるいはまあ精霊に満たされても喜びに満たされた経験とかもうこう霊的な目がわっとこう開かれた経験とかねそういうのはまあすごく そういうういのも、ね、あると思うんですよねあの要素としては。けれども <laughs>、けれども、やはり最も強調したいのは、御言葉の学びですね。<laughs> これいつもそれを強調するんですけど、私たちはね。えー、なぜかというと、体験的なことっていうのはやっぱり主観的なので、どうにでもなってしまうんですね。ごまかせてしまうし、勘違いすることもある。で世の中のいろんな宗教とか、あとはスピリチュアル系のね、いわゆる 人たちは体験ばっかり語るこんな不思議なことが人生で起こったとかこんな霊的体験しててもいくらでも言えるでしょうねけれどもこの「聖書」という本の見ことばの深みとか凄さとかそこに書かれてあることはあのこれはね真似できないんだねどんな宗教もどんな思想もその真似はできませんこれすごい っていうこの本すごいっていうそこにある真実性のすごさに、えー、自分の中で納得するほどにそれは誰も真似できない他の思想では真似できない、えー、不動のものをあなたの心に与えていくことになると思いますね。で皆さんの中で「いや私はまだそこまでに至ってないな」と思う方はあの焦る必要もないし罪悪感を感じる必要もありません。 自分の成長段階に罪悪感を感じる必要はありません。これ、前回言った話ですけどね。腰を据えて神様が教えてくださる、御言葉の深い、ね、真理を学んでいってください。神様が理解を与えてくださると思います。でそれが1つ目。じゃあでは、まあ、そのようにして、確、え、信、ー、に至るなと、至ったなと思ったら、確信に至るとどうなるのかというと、それが次のポイントになりますね。 確信に至るとどうなるか、えー、大胆な進行の歩みに必要な要素2つ目 <laughs> 利益の認識認識 <laughs> 利益の認識利益,、ね、利益とは何かというと自分の支払った犠牲を上回って得ることができるものそれが利益ですよねつまり 失うものよりも得るものの方がはるかに大きいっていう風に、うんえー、そういう風に判定できればもうこれ強いんですよ。ねでねあの、まあ、ニコデモとかヨセフは私が思うにうに相当理性的な人たちだと思うよねあのタイプとしては。一時的な衝動で感情的に後先考えずに動くタイプではなかったような感じがするんですけど。 あのそれまでカミングアウトできなかった理由はまさにそれが理由でイエス様の弟子になっててもでも失うものの大きさを計算せざるを得ないわけだね彼らの立場からすると請求な行動はできないとところが十字架を境にしてそのバランスが逆転するわけだよね絶対こっちサイドについた方が勝ちだみたいな風になったんだと私は思うんですね で彼らはイエスがメシアであると確信したって私言いましたけどあのメシアだと信じるということはどういうことかというとねこの死で終わりではないはずだって考えてるはずなんですよねメシアって王になるからあのイエス様の隣で十字架にかかってた囚人もあ,のあなたが御国の力を持ってくるときに私を思い出してくださいって言ったじゃないあれは目の前でイエス様は同じように十字架にかかってるけど でも王となって戻ってくる時が来るっていうそういう信仰告白だったんですよね。それと同様にあのこのニコデモとヨセフも具体的には分かんないけどこの死んでしまったイエス様絶対これで終わりじゃないはずっていうそんな予感を確かな予感をも,もう持ってたんじゃないかと思うんですよね。まだ何か絶対この後あるっていう。で じゃあそのイエスが王になるときにはイエスを手厚く埋葬した自分たちに必ず報いてくださるっていうふうに思ったと私は想像してるんですけど、ね、でそれを言ったらねそんなの動機が不純じゃないって思うかもしれないですよ不純じゃすえそんな打算的でいいのっていいんですよ。 クリスチャンは信仰に基づいて長期的に自分にとっての利益を最大化する方法は何なのかということを冷静に考えればいいんですね。で長期的っていうのはどれぐらい長期的かというとこの世ではなく次の世で受ける報酬まで含めて今の費用対効果をちゃんと計算するんですね。それが 天に宝を積みなさいとイエス様がおっしゃった言葉の意味ですよ。ね、とはいえ、まあ、ヨセフもニコデモもあのイエスの側につくことのメリットはそのメリットを回収するのは次の世で初めてそれが回収できると思ってたわけでもないと僕は思うのね。っていうのはあの地位とか名誉とか富とかねそういったものを、まあ、犠牲にする。 で家族まで、ね、自分だけならまだいいじゃんでも家族とか自分の子供たちまでもう本当に苦労をかけるかもしれないってわかるでも私と私の家族を守るのはそれらのものではなくて真の神であるというふうに彼らは信じたからこれができたと思うんですね。あの地位ととととかかか名誉とか富とかそれを神として その前にひざまずくのか、それとも真の神だけにひざまずくのかという天秤ですよ。ね、でそれを考えるときに思い出すのは、ダニエル書。ダニエル書。ダニエル書では、ね、ダニエル書はイエス様のより前、どれぐらい ?500 年前ぐらいかなあの。イスラエルの民が外国のバビロンってとこに連れて行かれるという事件があるんですけど、 そこでうあのネブカネザルいう、寝深で寝ざるっていう、これまた舌かみそうな名前がない、ブ深でネざる王様が出てくる。王様が金の像を作って、お前ら、この金の像の前にひざまずけひざまずかなかったら火の中に投げ込むぞってやると。ところが問題児がいると、3人、これまた舌かみそう。<laughs> という3人のユダヤ人の超問題児がいると。 絶対ひざまずきませんと。ね、で、王様がお前らをどの神が私の手から救いあそうか書いてあるね。ねぶかでねざがどの神が私の手からお前らを救い出せるのかって言ったときにこの3人はいやもし火の中に、ね、入ったらもしそうなれば私たちが使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ。あなたの手からでも救い出します。しかし、 たとえそうでなくとも、王よご承知ください。私たちはあなたの神々には使えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません、えー。で、火の中に投げ込まれて一巻の終わりでしたって、奈良方がねあの、彼らは火の中に投げ込まれて、でも何の害も受けずにその中を歩いている。しかもなぜか3人じゃなくて中に4人いるぞと。 4人目の者はまるで神の子のように見えると王は言ってしまったんだけどこの4人目の者とは紛れもなく受肉前のキリストですよね人となる前のキリストです偶像にひれ伏して安泰を得るよりも神と共に火の中に入った方が良いというけれども彼らが言ってるのはそうでなくともっていうところもポイントですよね もしここで朽ちてしまうことが見心なのであれば別にそれでもいいやと。ね、神は見業で救い出すということができるしそのようにして栄光を表されることもあるしある場合は私たちが苦難や死に甘んじることで神の栄光を表すこともあるどちらでも私いいです。どうぞご自由にしてください神様という信仰で。 あの私たちがですね信仰者として大胆に生きることができないその理由の大きな一つは大きな一つの理由はあなたを取り巻いている社会とか周りの人々とかそれが自分の人生を守り支えているという錯覚でありますね彼らに見捨てられたら大変なことになると私たちは思ってしまうだけどイエス様に言わせれば 砂の上じゃなくて岩の上に家を建てなさいとどちらが岩でどちらが砂か間違えずに判断したいものですね、はい、3つ目大胆な信仰の意味に必要な要素3つ目 <laughs> 時間が気になる役割の自覚ですね <laughs> 役割の自覚 <laughs> ねはいええええええ 神である方と、そしてその方の真理をこの世で表現していくためにあなたには私には使命が与えられているそしてその使命を果たすために必要な賜物はすべて与えられていると自覚してくださいということです。で、えー、ヨセフはですね、この死んでしまったイエス様を葬りたいと思ったときに そういえば自分にはああの墓があるよなと。しかもすぐこの近くにあるよなと自分ならこの方を葬ることができるっていうか自分以外にできる人いるっていうさ <laughs> まさにこの時のためにこそこれが与えられてたんじゃないのかなってそんな感覚を持ったかもしれないねしかしそうすることで まあ、何百年も前に書かれた予言を自分が成就しているとはそこまでは想像しなかったよね、きっとね。で、ニコデモも、アロエじゃなくて、なんて書いてある人工って書いてあるね。人工って書いてあるんだっけ。人工ともつ薬を混ぜたもの、これね、3 0キロなんで、3 0ラムを,を持ってきたって書いてるんだけど、そんなの誰,誰でもすぐ用意できるもんじゃないじゃん、多分ね。 はいどうぞってね、自分にしかできない自分に持てるものを、えー、使って精一杯のことを今しようって、ね、今やらねばいつやるのか自分でなければ誰がやるのかというそんな使命感を持ったかもしれないで、えー、実はしかしながらね彼らが自分の持てるものを精一杯捧げようってやった時にそれを実行した時に実は 彼らが想像していた以上に、えー、実は彼らはもっと重要な役割を果たしていたんですね。それは何かというと、ね、これ重要なところです。聞いてくださいね。耳の,耳の中、かぽジって聞いてください。はい、彼らがイエスの死の証人になるという役割ですよね。あのイエスの復活後に弟子たちがあの我々は復活の証人だって。 言ったでしょ。でもその前に死の承認がないと復活の承認に力がないんですねあのなぜかというと実は死んでなかったんじゃないのっていつの時代もそういうふうに言う人いるんですよねそう,いう,う言い始めるんですよであのまずヨハネが血と水が流れ出た俺は見たって言った段階でもうそ,れその証言にはなってるんだけどでも透明でしょ距離がある 実際に死体を取り下ろして、まあ、限られた時間でも,もう精一杯多分体をきれいにして天の出包むっていう作業を一生懸命して肌感覚でイエスの死を確認するっていうことをする人が必要だったんじゃないのかなで聖書ではあの証人って2人以上いないと有効じゃないんだね神様はこの2人を立てたんじゃない確実に死んだと証言できる2人 でそこから学べることは、ね、皆さんあなたがもし貸したら自分の影響力とか自分のたまものを自分でそんなに評価してないかもしれないねいや心理を表したいけどなんて自分って非力なんだろうって、ね、もっと目立つ存在だったらよかったのになーってねオリンピックで表彰台に立つとかね表彰台の上で イエス様のおかげですとかって言えたらかっこいいのになーってね僕はよく想像したりしますけどね、えー、しかしながらあなたにしかできない真理の表現の仕方があります、ね、世界で唯一の作品として神様はあなたを作り誰も生きたことのないそのストーリーをあなたの人生で生きているんだよねなので小さくともあなたがこれをお持ちくださいと言って人生を下げるときに 気づかない形で思っている以上にあなたは素晴らしいことのために用いられていると思いますそして天国に行ったらああそういうことだったのねすげえってなると思いますきっとねさあ,、まあそれを表現するために最後急いで映画の紹介をしたいと思いますけど、ね、あのドラマの紹介で始まったから最後は映画の紹介で終わりたいと思いますけど、ね、ちょっと急ぎますね最後ねはい、はい、えー、ライフという絵があるんですね でこれは、ね、2013年の映画でこれ、放題なんですけど現代は「The Secret Life of Walter Mitty」というちょっと長い眺めなんですけどね。これは2013年の映画で、えー、監督と主演ベン・スティラーという有名な俳優さんですけど、ご存知ですか、皆さんこれ見たことのある方いらっしゃいます全部の方どうですか見てない見てないねこれはね、僕好きなんだよねすごく面白いよこれ。 はい、主人公はウォルターという40代のさえないサラリーマンです。で彼はライフという名前の雑誌,で雑誌の会社でネガフィルムの管理者をしているんだけど、まあ、その年中です、ね、地下みたいなところにこもってこう送られてくる写真のネガをできるだけいい形でこの現像してその調整して現像して。 雑誌に載せるという役割なんですけども何とも目立たない日陰の仕事で地味で平凡な自分,自分にコンプレックスがあって、あのー、こうもうすごくヒーローになるような空想癖を持ってるんだねピタッと止まっちゃうんですよ空想していろんなことをね英雄になる空想するで、えー、彼には尊敬してる人がいて、まあ、いつも写真を送ってくるこの世界中を冒険して写真を撮ってる写真家のショーンという人がいるんだね で、えー、ショーンを憧れてるんですね。で会ったことはないんです、ショーンに。で、えっと、だけど、ショーンはこのウォルターの写真を現像する働きを非常に高く評価してるのね。で、えー、そんなある日、この会社、買収されて、新しいボスがやってきて、あのー、この雑誌、廃刊になりますって,言って。 オンライン化しますので、もう紙媒体はやめますって言って、今度最終号になりますからっていきなり言われるのね。で、えー、それを知ったこの冒険家のショーンもそれを知るんですけど、えー、そのショーンがこの冴えないウォルターに最後の感謝の印でお財布を送ってきてね、あの今まで本当にありがとうってお財布を送ってきて、最後に何枚かのフィルムを送ってくるんですよね。でえー、この あの最終号の表紙として25番のフィルムを使ってくれともうこの25番は俺の最高傑作でこれこそ人生の真髄なのだって手紙に書いてあるわけところがどこを探しても25番だけ入ってないおかしい25番はどこにあるのってやってでボスからはそれもなんか最高傑作っていうその25番早く出せって言われて焦ると。で えー、ショーンは世界中飛び回っててコンタクトが取れないでウォルターはどうするかというともう彼がどこにいるか推理して行くしかないということで飛行機に乗って至る所を探し回るっていう,う <laughs> あのグリーンランドに行ってアイスランドに行って <laughs> ヒマラヤ行ってっていうふうにその冒険の中でその冒険の中であの彼は自分の新しい姿を発見していって気づくと妄想癖がなくなっていたっていう。 その冒険の主人公に自分がもうなっていたというね、そういう話なんですけど、なんとも爽快な話なんですね、これね。で、ちょっとここからね、あのあの後半のネタバレになりますので、<laughs> えー、ちょっとですねこのあの、どうしても聞きたくない方、ちょっと耳つまんでおいていただいて、ですねあのこの写真がなくなるまで、ちょっとこう耳を塞いどいていただければと思うんですけど、気になる、あのね、で,でもこれ、聞いてもね、全然面白いから、映画でね。<laughs> でついに見つけるわけショーンをね見つけるわけヒマラヤで,であ,のあの25番どこにあるのって聞いたらショーンがあれお前にあった財布の中に入れてんだよっつってええー、っていうことになるよね <laughs> で会社に帰ってその、まあ、彼結局リストラされるんだけどあ自分で現像せずにネガだけ会社に提出して辞めていくんだよねで最終号が発刊されましたしょ表紙に どの写真が、ね、載ってたかというとその25番が載ってるんだけどそれはすごい自然の大自然の写真かなんかかと思いきやそうじゃなくてそのこの冴えないウォルターが会社の目の前の,その噴水のところに座って一生懸命ネガを確認する作業をしているその姿を遠目に撮った写真がその表紙に載ってたってつまりあのもうそれが俺の最高傑作です。 人生の真髄だってこのショーンが言ってたのは彼のことだったっていうそういう結末なんですよねすいません言っちゃいましたはい <laughs> えー、で、はい、あのね身につまんでる方ももういいですよはい <laughs> 開けてください、はい、でね何が言いたかったかあなたがどんなに自分は冴えないなと思っていても、ね、昔私は本当にこのボルタでした私は <laughs> あの私はそうだったんで僕ね僕はそうだったね。もう妄想癖すごかったですよ 今でもあるけど <laughs> この世界をねで神様はこの世界の写真家であるところではなくてこの世界そのものを作られたその方その方の素晴らしさを私たちは表現して世の中に出していくという役割を負っているわけですよ時にはそれがものすごく地味で目立たない立ち位置であることもあるわけですよねだけど 誰が認めなくても神様はあなたの働きをちゃんと認めていますということですでそのことをこの小さな力でも精一杯やろうとしているあなたを見て神様はあなたこそ私の最高傑作だって言ってくださるんじゃないですかそしてあなたが御言葉を学びながらこの神様の素晴らしさをもっと深く知ろうというそのアドベンチャーに出かけるならば それはもはや平凡な人生ではなくて壮大なアドベンチャーのあなたが主人公なんだということに気づいてください、うん、でもあなたはこう言うかもしれませんその素晴らしい神様の栄光の25番の根がどこにあるのってね神様はあなたにもう与えてるよってねもう持ってるでしょこの真理の知識とあなたの中にいる精霊とそしてそれを表すためのあなたのたまものあなたの中にもうあるよ探してごらんって 言ってくださるんじゃないでしょうか。はい、お祈りします。<ー>はい。<laughs> お祈りします。お祈りします。<laughs> 神様ありがとうございます。私たちは本当に力がなくて、もっと神様のこの素晴らしさもどんどん表したいのになって、こんなに小さなことしかできないんだろう。っていつも思ってしまうようなものですが、それでも。 主は私たちをちゃんと用いてくださるし認めてくださっていることそれを深く知れば知るほど私たちはますます人生を捧げたいと思えることをありがとうございます感謝しますイエス様のお名前によってお祈りしますアーメンはい。小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか 献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています